高松市の六角堂で開かれた追悼式には遺族や亀岡小学校の児童らおよそ150人が出席しました。1945年7月4日未明、高松市中心部はアメリカ軍による空襲でおよそ8割が焼け、1359人が亡くなりました。戦争は人々を苦しめたり悲しめたりするので、戦争が二度とないようにしたいです。高松市の多田佳子さんは1歳の時に空襲に遭いました。家族がな、もう空襲で亡くなってしもて、一人になってこう阿治の方へもらわれてきとるからな、これだけはもう来ることにしたんです。もう本当に元気でね、いろんなことができて、周りの人が優しくしてくれてありがとう、いうもう何でもありがとうや。式に参加する遺族は年々減り続けていて、今回は13人でした。遺族の方がほとんどもう来られないというのが現状になりました。私自身も戦争を知りませんので、共に子どもと一緒に経験者の方からお話を伺って、一緒に学んでいけたらなという思いでおります。